はい、どうもこんばんは。ケリーのギター弾き語りルームへようこそということでね、今日もね、7時から夜の9時までね、配信をしていきたいと思います。おあたまるさん、ゾンさん、いらっしゃい、りょうさん、いらっしゃいませ。マーボーさん、マサさん、アソラちゃん、アラミーさん、いらっしゃい。はるはるさん、はるはるさん、いらっしゃい。カットットさん、いらっしゃい。カットットさん、ワンニャンさん、いらっしゃい。もうちょっと集まってからやろうか。ちょっとツイッターで拡散してね、みんな。昨日ツイッターするの忘れた。ツイッターで拡散してね、みんな。あと、初めての人はショールームのフォロー、あとは YouTube チャンネルもやってるんで、 YouTube チャンネルの、登録ね、あと通知ね、お願いいたします。さあやっていくよ。お、種ありがとう、種ありがとう。今日もちょっとあれからやっていくか。夜にかけるね、夜にかけるからって最近2番を覚えました。はい、じゃあ今日は2番、ね、歌ね、2番の歌詞がうまく歌えるかどうか。あ、テロップ出しとかな、テロップね、今日はちょっと歌うアーティスト名をテロップに出しておきましょうね。夜遊び、夜遊び、じゃあ歌いま、夜遊びの夜にかけるです。沈む、沈むように溶けてゆくように、二人だけの空が広がる夜に、
さよならだけだった、その一言で全てがわかった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか淡い空気をまとう君は、寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクと鳴る世界で、何度だってさ触れる心ない、言葉うるさい声に涙が溢れそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に、僕の手を掴んでほら。忘れてしまいたくて閉じた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。2番できるかな。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見慣れてるかのような恋をするような、そんな顔が嫌いだ。信じたいって信じていたいけど信じれないこと、そんなのどうしたって、きっとこれからだっていくつもあって、その度横っていったけどちょっと歌詞が出てこない、歌詞が出てこない、もうちょっと行く行く、やっぱり ちょっと2番覚えたと、ちょっとゆっくり。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いだ。見慣れてるかのような恋をするような、そんな顔が嫌いだ。信じていたいけど信じてないこと、そんなのどうしたって、きっとこれからだっていくつもあって、その度怒って泣いていくの。それでもきっといつかはきっと軽くらきっと変わり会えるさ、信じているよ。やっぱりちょっとね、あのうる覚えですねはい、夜にかけるでした。スンスンさん、タッケさん、いらっしゃい、もしよかったらねコメントしてってるみんな、 DDT さん、いらっしゃい、さあ何かありますかねリクエスト。今日は何歌っていこう、今日も何も考えてませんノープランでーす昨日は何歌ったっけ、昨日は昨日何歌ったっけ、あ昨日そう浜ショーとかリクエスト来たんでね、浜ショーを歌いましたね昨日ね、めっちゃレアだよね浜ショー歌うっていうのは今日もちょっとレアな曲歌ってきますか、何がいいかね、レアソングあんま歌わない曲、リクエスト来たらさ結構ね歌ってないような曲とかもね歌うんですけど、ちょっと今日画像そろそろもうすぐ動画にしてきますかね、動画にまだ動画にしない方がいい、はい、どうもハローショールーム
ハローショールーム、そしてハロー YouTube ね。あとで YouTube ね、アーカイブでね、アップしますからね。もしよかったらそっちもね、見てね。チャンネル登録絶対してくださいよ。ショールームさんは今31人ですね。はい。ありがとう。カニパンマンさんいらっしゃい。みんなフォローしてね、ちょっとポチッとな、ハートのね、ポチッとなしていただけると嬉しいんですけどね。うん。サトピさんいらっしゃい。僕はあの最近っていうか前からやってるんですけど、投資、うん、投資、海外投資やってまして、特にアメリカ株とか、うんね、アメリカ株はね今ちょっとねかなりやばいんですけど、ナスダックとかね、ちょっとねあれですよ、あのリセッションってちょっと難しいあれなんだけど、景気後退これからする予兆がね出てるからね、あのこの2年ぐらいの間に暴落するかもしれないっていうね、まあ噂がね、ありますけど、どうなんでしょうね。まあそんな僕はあの暴落狙いでいこうかと思って、暴落したところをね買っていくっていうね、すごいあの今ちょっと作戦を考えてますけど、 YouTube でちょっとあのそういうチャンネルも作ろうかなと思ってるんですよね、投資チャンネル。だからこのショールームのね方でもちょっとそういった投資の話をですねしていけたらなって思ってるんですけど、あんまり興味がないようであれば興味なさそうだね。音楽チャンネルだからね、うん、あ、ピーちゃんや、あこんにちは、お疲れ様でした、ありがとう、来てくれて。投資チャンネルどうだろう、人気出るかねまだ何にも構想も何もないんだけど、投資ね難しいですけどね、本当にあのちゃんと勉強してやらないと痛い目に遭いますよ俺もね結構いろいろやってきて、普通 の日本株とかあと FX とか最近仮想通貨もちょっとね少しだけねやってますけどね。あ、ピーチさんありがとう、ピーチちゃん、それは何、ピーチ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 みたいな。あ、星のアバターの人リアムさん、カウントルームちょっとフォローしとこう、ありがとう、こんばんはって、ありがとう、いらっしゃい。リアムさんはどんな曲聴けますか、もしよかったらね、なんかリクエストとかねあったらお願いいたします。ケリーさん投資チャンネル楽しみってピーチどうなんですかね、あのいろいろでもね難しいんですよね、うん、なんか初心者向けにやっていこうかなとか、それとも俺でも結構あのなんだろう、初心者向けの方が多分ね見てくれる人は多いと思うんだけど、自分が話したいのは結構上級者向けなんだよねその辺がね、自分の話したいこととね、なんか受ける話とね違ったりするからね、その辺がちょっとね難しいなと思ってますけど、何歌っていく、ちょっと翡翠の街っていう、あのちょっとボカロなんですけど、いつもか、いやーまあ本当にね今ね、でもほらいろんな戦争とかあるからさ、戦争争いごとね、だからあんまりあの投資にはね向かないっていうかさ、あんまガン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 上がっていくような感じじゃないんで、まあなかなかねこの初心者の人には難しいかもしれないですねあいみょんお願いします、じゃちょっと一曲ボカロ歌ってからちょっとあの歌いますね、あいみょん了解で、ちょっとこ あの初音ミクちゃんのね曲をちょっと一曲歌ってから、あーあーなんか楽しいことなんにもないや、退屈で死んじゃいそう、そしたら明日デートにでも行こうか、春が来るからさそこのバス停で見
待ち合わせて翡翠の町へ行こう。眠りについて気づいたらキラキラ宙に浮かんでいた。天国へ落ちてゆく垂直らがスカートひらりとまさかさま。止まらない止まれないこの衝動を止める愛があったら。ちょっとした世界が終わればいいのに、隕石が降ってきて全部全部燃やしちゃえばいいのに。こっちに来てて手招きしている。安全だよこの中に隠れて。誰もいない焼け野原を二人でスイスイスイミング。天国へ落ちてゆく垂直らがスカートひらりとまさかさま。止まらない止まれないこの衝動を止める愛があったら。パラソルを振ってるラリララ大人にはなりたくもない日。僕たちはこの街できっともう一度やり直すことが許されてる。眩しくて優しくて普通の暮らし、幸せ溢れてる。ちょっと間違えた。言葉が出てこない。はい、翡翠の味でした。はい、どうも。あいみょんね。はい、ケリーさん、投資チャンネル楽しみって、絶対じゃあチャンネル登録してくださいね、ピーちゃん。チャンネル登録ね、1000人いかないとね、いろいろね、あれなんで。ね、だって今音楽チャンネルもやってるんだけど、まだ33人しかいないからさ。音楽チャンネルは別に、ね、趣味でねやってるから別にいいんですけど、そんないっぱい登録してくれなくても。はい、じゃああいみょんやります。あいみょん何がいいですか。何がいいっていうほどはできそんないろんなのはできないけど、じゃあ何にしようかな。春の日か、マリーゴールドか、僕はロックを聴かない、愛を伝えたいだとかっていうのがちょっとできるかできないか分かんないぐらいの感じで。あとは生きていたんだよなっていうちょっとね、ヘビーな曲とかね、それぐらいですかね。じゃあちょっと、何曲か歌ってきますね。じゃあまずはマリーゴールド、まあ、定番中の定番ですけどね。定番中定番。まあでもみんなね知ってるやつの方がいいじゃないですかね。あんまりマニアックな、ね、やつは、うん、これThank you.
風の強さがちょっと心揺さぶりすぎて、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない、言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま離さない、いつまでもいつまでもあれいつまでもいつまでも離さない。ちょっと待って、はい、マリーゴールドでした。セカオワ、セカオワ、裸の心、裸の心、ダイアリー、ダイアリーって何？ダイアリーって誰のダイアリー？わかんない。セカオワのダイアリー？誰だろう？裸の心、ちょっと待って、裸の心はできる。ちょっと待って。
これでもちょっとしっとりした曲なんだよね、裸の心って。確かこれ多分あれアルペジオかな、これ多分アルペジオの方がいいかもしれないな。カポちょっと1個下げよう、1個下げよう。ちょ割と、ね、低いんだよねこれね。これはね、ちょっとしっとりした感じでね、いい曲ですね。セカワ、セカワ。昨日も歌ったっけ、セカワ。あ、昨日はあれ歌ったね。セカワは、あれですわ。なんだっけ。虹色の戦争を昨日歌ったやつ、ね。今ね、どっかで戦争してるからね。早く仲直りしてくださいっていうことで。本当はドラゴンナイト歌いたかったんだけど、ドラゴンナイトが出てこないんだよね。なぜかドラゴンナイトが見つからないんだよ、ね、なんで。昨日はね、本当はねドラゴンナイト歌いたかったんですよ。それでいいですか。今日ちょっとドラゴンナイトって検索してもね全然出てこないんだけど、なんかあれですかね、 DS 側がなんかあれしてるかな、なんか邪魔してる、仲直りさせないようにしてるのかな、ドラゴンナイト。なんで？すごい不思議。セカワって検索してもさ出てこないんだよ。世界の終わり。世界の終わり。世界のやっぱ終わりなんですかね。なんかね、核兵器とか使う。核兵器とか使ったらもうあれだよね。もう。米国とさ、ロ国がさ、核兵器でさ、撃ち合ったら本当に世界の終わりだよね。そんな日本だけ助かるなんてね、絶対ありえないもんね。どう考えてもね。
ほらドラゴンナイトが出てこないんだよ。仲直りさせないあれなのかね。本当にわかんないですこれ。ドラゲナイト歌いたかったんだよ。あれいい歌あるの。あ、ダイアリードラゴンナイト、あ、ダイアリーあった。セカオは一番上に出てきた今。ダイアリー歌えない。ちょっと覚えておきますね今度。ダイアリー分からんわ。花鳥風月かね、眠り姫だよ歌えるの。 B ちゃん花鳥風月でもいい、もしくは眠り姫でも。ちょっとセカはじゃあちょっと何曲か歌いますね。僕らは一人で叩かなきゃいけないんだね。ボーと火を吹くドラゴンも僕ら二人で戦ったね。勇者の剣も見つけてきたよね。ちょっとスクロールがうまくいかない。ちょっともう一回話して。スクロールうまくなんで。ちょっともう一回そっと
として揺さぶるけど、君はもう目を覚まさないんだ。ああ君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕らは一人で戦わなきゃいけないんだね。ああまだ見ぬ宝も僕ら二人で探しに行ったね。星が降るように船を出してさ。ああこのまま君が起きなかったらどうしよう。そんなこと思いながら君の寝顔を見ていたんだ。ああ君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕らは一人で戦わなきゃいけないんだね。ぼーっと火を吹くドラゴンも僕ら二人で戦ったね。勇者の剣も見つけてきたよね。ああこのまま君が起きなかったらどうしよう。そんなこと思いながら君の寝顔を見ていたんだ。はい、眠り姫でした。はい、パチパチありがとう、ピーちゃん。さあ何歌いますかね。鹿尾は、そしてね、鹿尾いいですよね。なんかちょっとこう、なんですかね、タイトルがもうね、世界の終わりだからね、今のご時世大丈夫かなみたいな。あの腰つべのサムネイルにね、世界の終わりつってね、ね、もうあれです、タイトル的にはね、あの釣りタイトルにできそうな、ね、そんなこと言っちゃいけない。じゃあ昨日歌った曲ちょっともう一回練習していいですか。どんぐりさんいらっしゃい。どんぐりさん2度目のあれだね、うん、ありがとう。オレオレオさんオレオレオさんありがとう。じゅんくんもいらっしゃい。さくらけいさんもいらっしゃい。あ、米津玄師アイネクライネ。あ、米津玄師ね、最近歌ってないね。じゃあ五代五やめて米津玄師歌うか。五代五もうワンコーラスしかできないから。米津さんよく知ってんね。俺がアイネクライネしか歌えないっていうことを、ピーちゃんはアイネクライネ、まああとはなんだろうね、まあ他にもね大変そうなやつあるんだけど、まあアイネクライネアイネクライネね、はい、だいぶもう昔のやつですけど、やっぱりこう原点ね、やっぱり米津さんの原点これですよね。いろんなねヒット曲ありますけどね。これね、うん、あなたに会えて本当に嬉しい。当たり前のようにそれが全てが悲しいんだね。これちょっともう一回もう一個高くなるの、ちょっと低いな、ちょっと音もちょっと高すぎる。私あなたに会えて本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれが全てが悲しいんだ。今痛いくらい幸せな思い出がいつか来るお別れを育てて歩く。誰かの居場所を奪い、
ブックなんだな。私は石ころにでもなれたならいいな。だとしたら勘違いも戸惑いもない。そうやってあなたまでも知らないままで、あなたに私の思いが全部伝わってほしいのに、誰にも言えない秘密があって嘘をついてしまうのだ。あなたが思え、あなたが思えば思うよりつつも私は行く地がない。どうしてどうしてどうして消えない悲しみもほころびもあなたといればそれでよかったねと笑えるのがどんなに嬉しいか。目の前のすべてがぼやけては溶けていくような奇跡で溢れて足りないや。あなたの名前を呼んでくれた。あなたが居場所をなくしぬくらいなら誰かが身代わりになれた。今ささやかで確かなみんなふり、きっと繰り返しながら笑い合うんだ。何度誓っても何度祈っても散々たるか、小さな歪みがいつかあなたを飲み込んでなくしまう。あなたが思えば思うより大げさに私は不甲斐ないのに、どうしてどうしてどうして、お願いいつまでもいつまでも超えられない夜を超える、超えるように超えるように手をつなぐこの日が続きますように。閉じたまぶたさえ鮮やかに彩るために、そのために何ができるかな。あなたの名前を呼んでいいかな。はい、ちょっとダメだ、久々に歌ったからちょっとね歌詞忘れてる。はい、米津さんでした。何 PA ブルーわかんない、 PA ブルーわかんない、そのわかんない、米津さんまでね歌ってない。あとあれかな、レインとかかな、レインってあったよね確か、レインくらいしか歌わないですよ。レインじゃなかったっけ、なんかレインとか歌わなかった、なんか雨が降っている、あれ違うか、あれセカオだっけ、あれ米津さんもなんか レインってなかったっけ、違ったっけ、セカオのねレインだったけど、なんか米津さんレインって曲なかったっけ、違うか、アイネクラウネ、俺もう一曲ぐらい歌えたような気がするんだけどな。パプリカと、パプリカもちょっとあんま歌ったことないな。はい、ということで。パープルブルー。パープルブルーわからん。パチパチありがとう、ピーちゃん。パープルブルーわからん。なんやろ、どんだっけ。ヨネズさん。打ち上げ花火。あ、打ち上げ花火か。打ち上げ花火分かるかもしれん、ちょっと。あ、でもやめとこう。パープルブルー分かんないわ。あの日見渡した渚を今も思い出すんだ。砂の上。ちょっとこれ練習したような記憶あるんだけど、あんまりうまくできなかったなっていう記憶しかないわ、俺。打ち上げ花火も。分からん。分からんっていうか。あんまりうまく歌えた記憶はない。パール、パールブルー、パールブルーわかんない。パールブルーわかんない。パールブルーわかんない。わからんわ。カナリアとかいけるかな。わからん。とにかく、ね、米津さんねあんまあれなんですよ。歌えないんですよ。残念ながら、はい、ちょっと名前読んでいきますかね。あ、セカオワになってちょっとタイトルがテロップちょっと変えない。 DJK のギター弾き語り、
DJ ケリー、ドラマの曲。何のドラマ？最近やってたやつ？見てないの、ドラマを。とにかくドラマを見てないの最近。あ、パールブルーあった。パールブルーあったけどね、わからんわこれ。見てないから、ね、もうテレビ買ってないんだもん。バックナンバー、了解。バックあのね、テレビあるんですけどね、もうあんまつけないんです。もうテレビ見るとあれになるから、洗脳されちゃうからテレビはもう洗脳されるからね、いろいろね、いろいろね、今のご時世ねYouTube とかね、ショールームとかね、そういうのしか見ないです、はい、ショールームだけ見とけばいいよね。ショールームだけ見とこう。もう本当にもう絶対ええわ。ショールームだけ見とけば間違いなくもう大丈夫だよ。もうみんな俺のケリーさんのあれ、ね、洗脳されてケリーワールドに。じゃあバックナンバー何曲か歌えません。もう定番の定番。じゃあ、高根の花子さんね。高根の花子さん知ってる？これもうみんな知ってる。準備に向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君をほれさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もないでも見たい。隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ。生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。君の恋人になる人はモデルみたいな人なんだろう。そいつはきっと君よりも年上で焼けた肌がよく似合う洋楽好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている。頭を撫でられ君は笑います。ダメだ何一つ勝ってない。いや待てよそいつ誰だ。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ。君が他の誰かを気になったって偶然と油かたぶらの力で僕のものに。この胸の焦りに身を任せ君のとこへ走ったとして、自分は僕の方が悪い意味で夏の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる落ちばかり浮かんできて夏の増えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれない。連れ去られ僕の元へ。生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法とやらの力で僕のものになるわけないか。そう、ありがとうございます。はい、高根の花子さんでした。はい、
バックナンバーね、もう有名な曲ですよね、みんな知ってるでしょこれ。意外とねバックナンバーは歌えるんですよね、今日は日曜日ですから、日曜日っていう曲歌いますかね、バックナンバー。パチパチありがとうピーちゃん。これもね、これあんま歌ったことないかな、どんなんだっけ、どんなん日曜日、ねえねえもうすぐお昼だよ君の声で、でももう少し寝たいな君、ちょっとわからん、思い出せない、ねえなんだっけ、ねえねえもうすぐ、ねえねえもうすぐお昼だよ、あれちょっと思い出せないねえ君の声で目が覚めて、もう少し寝ていきます、どこらで知事物語かと確かめか、確かめはもっと、なんだっけなんだっけ、ちょっと思い出せないの全然。たとえ君とここにいるだけなら幸せ、人生などなんかちょっとずつ思い出してきた、ね、もうすぐお昼だよ、違う違う、それ違う、ダララララララ違う違う、ダメだそれ違うわ、綿菓子季節感違うけどね、ちょっとね違うけど、綿菓子は歌えると思うけど、ちょっと季節がね、あの夏のか、水色に花びらの浴衣がこの世で一番似合うのは多分君だと思う、よくそれよく誘えた泣きそうだ、夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は、綿菓子になりたい理由、楽しいねって、僕はうなずくだけで気の利いた言葉も出てきやしない、君の隣歩くことに慣れてない、自分が恥ずかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう、どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの、君がさっき口ずさんだ歌にもたまに目が合うことも、深い意味なんてないのだろう、悲しいけど、君が笑ってくれるためだけで、心の場所を見つけたよ、うるさくて、うるさくて痛くてもどかしくて、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう、どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの、もうすぐ花火が上がるあれもうすぐあれ もうすぐ花火上がるね、君の横顔駆けつけるようにじっと見つめる、この胸の痛みはどうやって君に移したらいいんだろう、横にいるだけじゃダメなんだ、
もう君の気を引ける話題なんてとっくにそこをついて残されてる。言葉はもう分かってるけど、思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいいの。夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君に、綿菓子になりたい僕に言う、楽しいねって。はい、綿菓子でした。はい、ありがとう、ピーちゃん。リクエストありがとう。ね。あとあれかな。あの、冬だったら、あれ歌うよね。冬だったらね。もう一つね、有名なやつね。うん、雪が、あの、クリスマスシーズンね、歌うやつね。雪がちょっとわかんない。花束もう一曲歌えるやつあったわ。花束ちょっと歌っとこう。これ結構、どう思う、これから二人でやっていけると思う。どうでもとりあえずは一緒にいたいと思ってるけど、そうだね、だけどさ、最後に私が振られると思うな。どうかな、でもとりあえずは一緒にいてみようよ。浮気しても言わないでよね、知らなければ悲しくはならないでしょう。しようないな、僕は僕なりに、まっすぐに君と深い会いたいと思ってるよ。僕は何回だって何十回だって君と抱き合って、手をつないでキスをして、思い出すたびに焼けてしまうような思い出を君と作るのさ。そりゃ喧嘩もするけど、それなら何回だって何十回だって謝るし、感謝の言葉もきっと忘れないから、ごめんごめんありがとうごめんくらいのバランスになる。危険性は少し高めだけど、許してよ。今までの僕は曲がったことばっかだった気がするんだよ。だからせめて君のとこにはまっすぐにまっすぐに走ってくよ。僕は何回だって何十回だって君と抱き合って、手をつないでキスをして、甘い甘いこの気持ちを二人が忘れなければ何も問題ないんじゃない。喧嘩もするだろうけど、それなら何回だって何十回だって謝るし、感謝の言葉もきっと忘れないから、君とならどんな朝も夜も夕方だって笑い合って生きていけるんじゃないかと思うんだよ。あ
あれ全然どう思う、これから二人でやっていけると思う、うん、どうかな、とりあえずは僕は君が好きだよ。はい、やりきったやりきったやりきった、あなたが、いやすごい転調になってびっくりした。あ、そうそう、ピーちゃんありがとう、花束ありがとう。いやびっくりした、なんか後半すごいバレーコード出てきてびっくりした本当にね、はい、でちょっとバックナンバーそろそろこれぐらいにして、あ、もう8時ですよ、8時だよ、パチパチありがとう。もうお腹空いてきた、みんな大丈夫？僕はですね、今日は夜はまだ食べてないですね、うん、お昼がだいたい12時ぐらいに食べたのかな。その後ちょっとね、あのおやつ食べたけどね、うん、ちょっとやった、千里さんいらっしゃい、イガラムさんいらっしゃい、ピュアさんいらっしゃい、サホさんいらっしゃい、故郷さん、春和さんかな、うん、春和さんいらっしゃい、違ったかな、ちょっと名前が、ケリーさんのトークの時間、そうトークの時間、都市伝説コーナーしますか、カジ君いらっしゃい、というとも越前屋周一さんいらっしゃい、なんか鬼太郎のなんか絵みたいな、リオンちゃんいらっしゃい、都市伝説コーナー、ユウスケさんいらっしゃい、なんかシューベルト、モーツァルトみたいな、はい、そうですね、なんかもう毎日ね、いろいろね、ニュースがね、飛び交ってましてね、マスコミのね、マスメディアもね、いろんなね、まあ、ニュースが、あれでしてますけど、なんか今日はちょっとあんまりピンとした、パッとしたニュースがないっていうかさ、うん、まあね、いろいろもう、ツイッターとかもね、規制がね、かけられてるから、あんまりつぶやけないからね、そっち系のやつは。ね、ロ軍と、ロコクとウコクとは言わなきゃいけないですからさ、もうね、言いたいことは言えないよね、本当にこのさ、世界なんとかしてよっていうね、井上太志さんって知ってる、あのテスラモータースのね、テスラのね、社長さん、うん、別名二の腕太志さん、すごい二の腕が太いんだけどね、テスラっていう車のね、自動運転のね、車作ってるね、あのアメリカのね、企業ですけど、テスラの社長さん、二の腕太志さんがですね、青い鳥ね、あの青い鳥の企業を買収しようとねしてますけど、でもなんか敵対的買収っていうことで、ホワイトナイトって言ってね、それをまた阻止しようとするね、あの人たちがなんか出てきてるとか出てきてないとかね、いろんなそんな話がありますけどね、まあ、でもほら、言論の自由がさ今ないじゃないですか、青い鳥さんはね、だからやっぱりそういうのをそんなのいけないよこらーって言ってくれる人がね、やっぱりいないとね、この世の中が良くなっていかないようなね、まあ、気がしますけどね、あとは何があるかな、あとは何がありますかね、インドのね、少年がいて、インドの少年がね、インドのなんか予言する少年がいるんですよ、インドの、なんだっけ、名前忘れた、インド
ちょっとその話します。インドの少年予言の話、結構すごい当たってるんですよ。めちゃめちゃ当たってるんですよ、うん。アビギャアナンド君っていうね、男の子かな、すごいんです。天才先生術師アビギャアナンド君、ね、すごいいろんなことをですね当ててまして、まあ2000ね、これはだいぶ前の間だな、なんか最近のやつないかな、インドの少年、最近の、あ、なんかヤフーニュースで取り上げられてるよ。インドに天才予言少年がいるという日本のテレビ番組でも紹介されたアビギャ・アナンドさんだ。2006年生まれで、今年16歳、110万人以上が登録するという YouTube チャンネルで予言を展開しており、あ、 YouTube やってんの、アナンド君すごいね。ショールームもやってほしいよね。世界的に膨大な数の再生回数を誇るため、その影響力が注目されている。すごい、 YouTuber だったんだねえ、ショールームのね、方がやってほしいですよね。ただ、まあ、言葉がね、インド語で分かんないかもしれない。女優でジャーナリストの、これなんていうの、深月ユリアさん、ふわっとそのユリア氏がその中から注目のピックアップしたってなんかいろいろ書いてあるね、ウコクの戦争は第三次丸々大戦に発展しないって、よかったね、よかった。悪のエリートたちがウク戦争を先導してインドやパキスタンに戦火を拡大するが、第三次丸々にはならない。ただし経済的な打撃が大きく、原油や天然ガスの価格が高騰し、エネルギー危機が起きる。あ、じゃあもうエネルギーのね、値段が高くなっていくからね、ちょっと注意しないとね。今もめっちゃ原油とか上がってますからね、天然ガスも上がってますからね、これは予言より予測といった方がいいだろうって書いてますけど、もう実際上がってますからね。あとバブル崩壊、2022年って、今年じゃん、2022年の3月4月はハイパーインフレが起きて多くのバブルが崩壊する。もう今やんか、まさに今じゃん2022年4月って今やん、ハイパーインフレ。まあ日本はまあそんなほどね、ちょっとずつ、まあ4月から、ね、値上がりしましたけどね。なんか100円ショップも値上がりするっていう話で、ね、何円ショップになるんやみたいな話だけど150円ショップになったりする。多くのバブルが崩壊する。ただし経済がゼロになるわけではない。経済格差は広がる。そう、経済格差は広がるんだよね。こういうのを利用してまたね、儲けるね、投資家さんとかね、いるからねだから、そうなんですよね。だから、そう、投資もね、勉強しなあかんね。3月15日、16日に開催された FOMC で FRB がゼロ金利政策を解除し、25ベーシスポイントの利上げを提案し、金融市場が打撃。そう、利上げしたんですよね、アメリカが。 FOMC っていうね、金利を決めよう委員会がですね、利上げを発表しまして、すごい不景気になるんじゃないかって言われてますね。株はちょっと一時的にはね、上がるかもしれないんですけど。で、ウコクの戦争による、まあね、いろいろ経済的なダメージとか、そういうのもね、あるかもしれないということで。これはでも、まあね、どうでしょう、これはまあ予言っていう、これも予測、あと銀が上がる、あとね、第3次〇〇はね、2029年から32年に、ね、起きるって言われてるんだよね。結構近いじゃんね、でも第3次、第3次、
木星と土星の位置関係が対極になる。2029年から32年の間に第3次〇〇が始まる確率が高い。世界は荒廃し世界地図も書き換わると。怖いね、もうちょっとじゃん。どうすんのな、株で儲けでもね、そんなになったらもうどうしようもないね。第3次何バルバルだったらもうあと7年、ね、あと10年ぐらいですよ。もうあと10年ぐらいでもう世界の終わり来るかもしれんよ。まあ、これは非常に気になりますけどね。でもまあ今ほらムーンショット計画って言ってね、なんてメタバースっていうんですか、もうこの現実世界から、この現実世界いろいろね生きづらくなっているので、みんなこうバーチャルの世界にね、バーチャル世界で生きていきましょうみたいな今なんか風潮になってるじゃないですか、ね、で今の戦争なんかも昔はこう、まあ、兵器使って、あとはまあ IT とかのね、そういう戦争 IT 戦争みたいな感じになってきてますけど、将来この近い将来はね、多分ねメタバースで戦争になるんじゃないですかね。だからメタバースで戦争すれば別に、まあ、バーチャル空間だから、なんでしょうね、ああいう、まあ、今僕ね、たまにね戦車の対戦ゲームとかやってるんですけど、そんな感じになるとねいいんじゃないですかね。それゲームじゃんみたいな、メタバースで戦争でただゲームじゃんそれみたいな感じになりますけどね。もうそれでいいよね、実際その人が死んだりとかしなきゃいいよね。だから今のあれですよ、 e フットボールで、今さゲームとかでもさ e スポーツってあるじゃないですか。だから e 戦争みたいな、もうバーチャル空間でね戦争すればね別に建物壊れないしね、実際のね、それでいいと思いますよ、うん、それで、納得すればね、お互いの国がね、もうそれでもうああやられたっつっても納得すればそれでいいんじゃないかと思います。はびこりちゃん対策には有機野菜や有機野菜やウコンがいい。新型〇〇対策は和より自然免疫を高めるべき、ね、有機野菜ウコン、キロイ茶ハーブ茶などで免疫を高めましょうだって。新型〇〇の流行は2021年6月から11月の期間にかけて、穏やかだった国は22年の4月に感染がいろいろ広がっていくと、今じゃ22年で、まあ、インドの古典医療ではアーユルヴェーダの薬草ウコンやハーブ、ターメリック入りの、ミルクなどが、新型〇〇の、発症に予防でね有効だよっつってね、このね男の子が言ってますね、はい。まあ、こんなん出てますけどどうでしょうね、当たるんでしょうかねって、もう今予想されてるのはそのままだからさ、うん、だから第3次〇〇はぜひメタバースの中でやってもらって、リアルワールドではやらないでほしいですよね、本当に。なんかそういう風にねなってったらいいなって僕は勝手に思ってますけどね、どうなんでしょうか。さあ閲覧の人が85人になりました。今日も100人いくかな、もうでも8時、過ぎましたね。どうだろう、8時過ぎてこの人数結構いいペースじゃないですかね。100人以上いくペースですよね。もうまだだって
9時までね45分ありますからね、サッカーの試合の時間ぐらいありますからね。さあ、じゃあちょっと佐野元春さんの曲ね歌ってきますねいつもだけどまたかみたいな感じで、でも佐野さん好きな人もね結構ねいるかもしれないんでね、ちょっと聞いてください。佐野元春さんの何歌おうかな、今日は何歌おうかな、何か知ってる曲とかあったらねリクエストしてもらえるといいんですけど、じゃあ1曲目は、これ昨日も歌ったかな、トゥルチュ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 ル、数え切らない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる、数え切らない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる、何も分け合えられない、何も抱きしめられない、でも今夜だけは君と輝いていたい、 That's meaning of life、 昔のピンナップはみんな壁から剥がして捨ててしまった、昔のピンナップはみんな壁から剥がして捨ててしまった、誰も分かってくれない、誰も気づいてくれない、君と今夜は闇をくぐって小舟をこぎ出したい、 That's meaning of life、全ての終わりを待ちながらブルーな恋に落ちてゆく、スイスイニューエイ、スイスイニューエイ、チュル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 、チュル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 、チュル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 、彼女は渦の名前マレイブ、雨に向かって歩いていく、彼女は渦の名前マレイブ、雨に向かって歩いていく、誰も愛し合っていない、誰も気づいてくれない、でも今夜は君の濡れたコートを脱がしてやりたい、That's meaning of life、 New age、 New age、 冬のボードウォークに座って全ての終わりを待ちながらブルーな恋に落ちてゆく、スクラッチを抱いてお前を激しくノックする、心のスクラッチを抱いてお前を激しくノックする、座って夜明けの光を待ちながらブルーな恋に落ちてゆく、スイスイニューエイジ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 、数え切れない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる、数え切れない痛みのキス、星屑みたいに降ってくる、何も、何も分かってくれない、何も分かってくれない、何も分け合えられない、何も抱きしめ
られない。でも今夜だけは君と輝いていたい。 That's meaning of my life。長いね。冬のボードウォークに座って夜明けの光を待ちながらブルーな氷に落ちてゆく。今なんか出た？なんか出た今。はい。なんか順位出なかった今。88名の人いらっしゃい。あ、なんかいい感じの BGM やなこれ。佐野さんの曲になんか合いそうな。佐野さんの曲のなんかこうしっとりした曲にこういう曲。感じの曲ありそうな感じ。めっちゃなんか合う。この BGM めっちゃ合う。佐野さんのあれに曲の途中にめっちゃ合うこれ。まあ、分かる人は分かるって感じ。さあ、ちょっと何曲か歌ってきますね。じゃあいいねこれ。この BGM 好きやわ。ちょっとまた長いね。また長くて嫌だって思わないで。さあ今チュールチュールチュールって次はねボンボンだからね。ボン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 けれど僕はどこにも行けない。シニシズムのレストラン、チボピドゥビドゥ、冷たいブルーベリーパイ、シナモンチェリーパイ、まるで夢を見ていたような気持ちだぜ。テーブルについて君は夜空を見てた。波の歌を聴きながらジボピドゥビドゥ、冷たいブルーベリーパイ、シナモンチェリーパイ、まるで夢を見ていたような気持ちだぜ。二人です、あ、ちょっと二人で過ごした。岸辺に佇み遠い君の記憶ばかり追いかけて、雨の中日だまりの中で風に吹かれていた。あの子待ちながらジボピドゥビドゥ、冷たいブルーベリーパイ、シナモンチェリーパイ、まるで夢を見ていたような気持ちだぜ。チュール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 。ボン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 、冷たいブルーベリーパイ、シナモンチェリーパイ、あの子の声が今でも聞こえてくる。いつの頃か、いつの頃からか、窓辺にもたれて遠い君の記憶ばかり追いかけて、雨の中僕はどこにでも行けるさ、けれど僕はどこにも行けない。青空を見上げてジボピドゥビドゥ、冷たいブルーベリーアイ、ムラモンチェリーパイ、まるで夢を見ていたような気持ちだぜ。ブルーベリーパイ、シナモンチェリーパイ、
あの子のオペが今でも聞こえてくる。これ全然終わらないんだけど、はい。いやーもうあれだわ、93名の人ありがとう、閲覧めっちゃ増えてるよ、はい。あーもう息がね、あれなりそうだったわ。はい、さあちょっと何曲か歌ってきますね。この辺はもういつも歌ってるやつだからさ、まあ知ってるかなって感じですけど、ちょっと今呼吸入んなかった、ね、窒息しそうになった。もう、何時今、あもう8時27分ですね。あと30分、うん、まあいい感じですね。今のはなんだっけ、今のやつは、ボヘミアン、あ違う違う、さっきのチュールチュールチュールチュチュってさ、あれはさニューエイジ、今ボン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 、確かボヘミアングレイビアードっていう、曲でした。ナポレオンフィッシュと泳ぐ日とか、これはもう歌ったことないな。これでも結構有名なやつなんですけど、これやってみる？これめっちゃなんか有名なんだけど、有名っていうかいいアルバム、ナポレオンフィッシュと泳ぐ日っていうアルバムがあるんだけど、あんまり歌ったことない。あ、そうでもない。昔歌ってたかな。口笛を吹きながら冬の街を歩いてく。いつの間にか知らないうちに涙がこぼれてゆく。So good night、 いつか君の腕に抱かれて。 Tonight、 どこか行き着くところもなく。フェストに招待されてる孤独なペリカン、誰かが君の持ってるから隠そうとしてる。聖者が来ないと不満を連れてるエレクトリックギター、言葉の弱さに燃え尽き、そして歌うの So good night、 いつか君の腕に抱かれた。 Good night、 どこか行き着くところもなく。世界は少しずつ形を変えてゆく。俺たちは流れ星、これからどこへ行こう。 So good night、 いつか君の腕に抱かれて。 Good night、
ない、どこか行き着くところもなく、ララ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 。はい、ナポレオンフィッシュと泳ぐ日っていう曲でした。そういえば今ねコメントくれてるピーちゃんがね、なんだっけ、海遊館でしたっけメロンパンのね写真送ってくれて、すごい顔ぐらいの大きさのねメロンパンね、黄色いメロンパンとね緑のメロン、メロンだから緑なのねきっとね。黄色いのが何メロンだろう。あ、ピーちゃんありがとう。マスクメロンがあれだっけ、黄色だっけ、なんか緑のメロンと黄色のメロンあるもんね、確かにね、もうちょっと黄色いメロンパンはよくねスーパーとかでも売ってるけど、緑のメロンパンってあんまりないよね。でもちょっと高級なやつはなんかメロン、あ、すごい470、高級なメロンパンってちょっと緑色してたりするよね。あれなんで色つけてんだろう、ちょっとそれが怖いんですけど、自然の色じゃないねみたいなちょっとそれがね怖いですねはい、さあ世の中ね平和になってねもらえるといいんですけどね。関東地方ちょっと夜になって雨模様みたいな予報が出てますけど、皆さんのところ大丈夫ですか、ね、ちょっとパラッとなってんのかな、外見えないから分かんないんだけど今ね、レインガールちゃん、ちょっとどうなっけ、ちょっと、ん？Rain girl, do you love me, rain? Do you love me, rain girl? Do you love you, rain girl? 切なく夜空見上げてる。見上げてるレインガー、冷たい夜は夕へ吹いて、不思議な女神ゆうなおレインガー、同じ言葉を繰り返してる愚かな人たちはまだ偽りに流され、見せかけだけの思いやりの中で目をそらしてる。いつか君と少しだけ話したいレインガー、いつか君と少しだけ踊りたいレインガー。窓辺に高く流れている野バラ、明日は晴れて永遠のレインガー、時の流れに答え求めて、迷子の人たちはまだ悲しみに溺れて、終わりのない欲望の街に身を閉ざしてる。いつか君と少しだけ話したいレインガー、いつか君と少しだけ語りたいじゃない、君と少しだけ踊りたいラインが、楽しい時にはいつも君がそばにいてくれる、寂しい時に悲しい時にはいつも君の口癖に舞い上がる。
の流れが忙しすぎてついて行けない時も君は決して忘れない。流れる思いつかの間の街に夢を数えてる。いつか君と少しだけ話したい LINE が、いつか君と少しだけ踊りたい LINE が、いつか君と少しだけ眠りたい LINE が、レガレガレガ。ちょっともう強引に終わります、はい、雨降ってきました。ピーちゃん傘ねさしてあのご飯食べが私たちありがとう、97名の人ありがとう。じゃあ佐野さんの曲この辺にしとく佐野さんコーナー必ず入るんだけど俺のね、ショールームはね必ず入りますけどね。もうでも後半になってくるとねもうよりあれですよ、コアな曲になってくるからねね、だん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 コアな曲にね、後半まで残ってくれた人はねコアな曲が聴けるっていうね、ドラマ剣とかね、やんでるよ。あ、そうなんだ、もうやんでる。レインガール、あ、ちょっともう一曲だけ、経験の歌って知ってるかな、佐野さんの経験の歌。これはねすごい究極のラブソングなんですけど、今ちょっと歌うとあれかなって、ちょっとタイムリーすぎてあれかなって、パラパラ、お、パラ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 ぐらいでいいね。パラ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 だったら大丈夫じゃない。うん、長州小力みたいなもんパラパラ古い、長州小力さんパラ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 ダンスじゃあ経験の歌、これはねすごいもうしっとりしてる。もう佐野さんってもうすごいチャールチャールチューとかそういうのばっかりだと思ってる人いるかもしれない。これねしっとりしてるんですよ。これ例えこの、あれちょっと音が使えなかった。たとえこの空が暗く沈んだとしても変わらない君へのあれ声がたとえこの空が暗く沈んだとしても変わらない君への思い。たとえこの地球の色が消えてゆくとしても変わらない君への思い。たとえこの…ちょっと…ちょっとね、この音が出るんですよ。この音が…向け向けたとえこの空が暗く沈んだとしても変わらない君への思い。たとえこの地球の色が消えてゆくとしても変わらない君への思い。この地球のこれ結構シリアスな曲。たとえこの風が夜を貫いたとしても変わらない君への思い。
たとえこの森に水が絶えてしまう時も変わらない君への想い、たとえこの、たとえ僕のツバメが国を越えてゆくとしても変わらない君への想い、たとえお日様が風に狂う、たとえお日様が影に隠れたとしても変わらない君への想い。たとえこの街が砂漠になったとしても変わらない君への想い。たとえこの海がやがて枯れてゆくとしても変わらない君への想い。たとえこの歌が言葉をなくしたとしても変わらない君への想い。たとえこの地球が悲しみに包まれたとしても変わらない君への想い。たとえこの世界に終わりが訪れたとしても変わらない君への想い。いつかこの宇宙が新しく始まる時まで変わらない君への愛。経験の歌でした。ね、歌詞がもうちょっとやばくないですか。お月様出てるよ、本当？じゃあ見に行かなきゃ。パラパラ踊ってた。ジュリアナ東京で。どこで踊ってた？あれですか。ジュリアナ東京のね、あのジュリ戦つってね、戦数でね。なんだっけ、あのいましたよね。なんとか師匠みたいな、あのバブルの時代はさ、ワンレンボディコンっていうのが流行ってね、ワンレングスっていう髪の毛をなんていうのすごい長くして、ね、ボディコンシャツっていうすごいあの体の線出してね着る服がありましたよね。それでなんだっけ、なんとか師匠っていう人いたよね、ちょっと名前思い出せないんだけど、なんとか師匠っていう人が、ね、ジュリアナ東京なんだっけ、なんかそんな人もいましたよね。何の話や。マハラジャとかね、マハラジャっていうディスクはねありましたよね。バブル時はね、はい、まあバブルはいつかね崩壊しますからね。今佐野さんの経験の歌っていう曲でした。経験、みんなねいろんなことを経験してるんですよ。あの戦争とかもね、あの僕たちはまあ戦争の知らない子供たちですけど、うん、やっぱりね、あのそういうのをやっぱ生かしていかなきゃいけないよ ね、学ばないとね。人類ってでももう何回 もう滅亡してるって話もあるけどね、あの核なんちゃらで、もう何回目なんだろうみたいな、今何回目みたいな感じらしいですよね本当はね、うん、この人類っていうのはこう初めてみたいな感じみんな思ってるかもしれないですけど、まあ、もう4回ぐらいやってるみたいな感じじゃないですかね、うん、もうどん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 繰り返すわけですよ。結局人間っていうのはなんか愚かだからさね、同じことの繰り返し、同じことの繰り返しってね、歌ありますけどね、ダララ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 、大江千里さんね、大江千里さん歌うね、
人類は本当大江千里さんですよ本当。同じことの繰り返しだよ、ね、かっこ悪い振られ方、ね、人類は本当同じこと何回繰り返してんだよ、かんかかうんうんうん、かっこ悪い振られ方、二度と君に会わない、大事なことはいつだって、別れて初めて傷ついた、誰かが声聞きたくて聞きたくて、思いつくままに電話した、一人で思う寂しさは、結婚しても同じだろう、君が欲しい君が欲しい、今でも欲しい、君の全てに泣きたくなる、幸せかい傷つけるかい、あの日の夢を生きているかい、あれ出てこないな、あ、そうか、2番か、同じことを繰り返し、投げ出しそうになる君を、言い争って背を向けた、街の隅で抱きしめる、足りないものを埋めた埋め合って、愛するなんてできないよ、振られることになれるのさ、高い空を見上げつぶやいた、ちょっとここ難しい、高い空見上げつぶやいた、君が欲しい今でも欲しい、君のすべてに泣きたくなる、もしも君に会わなければ違う生き方僕は選んでた、難しい、これ2番だったね、2番だったね、同じことの繰り返し、投げ出しそうになる君をね、はい、ドライフラワー、ドライフラワーがねできないんで、ピーちゃん、昔読んだテラエの通りになりそう、好きだった漫画、あ、そうなんや、そういうストーリーあるの、4回ぐらいも人類滅亡してると、誰のやつ、手塚治虫さん違うか、ドライフラワーできないんですよ、ドライフラワー、申し訳ない、申し訳ない、ちょっと大江千里さんで我慢してくれる、大江千里さんでって失礼だけど、大江千里さんでって失礼だって、あのさ、あの今日阪神負けましたけど、あの某、サンデーなんちゃらっていう番組でね、あのなんとかひろしさんっていう司会の人がいるじゃないですか、なんとかひろしさんっていう人が、で巨人が、あ、阪神に2連敗したんですよ、昨日、今日はね負けましたけど阪神、ね、そしたらあの阪神にあの阪神に2連敗するってどういうことやとかさ、なんかそういう感じのことを言ったらしくて、でも炎上ですよ、阪神ファン、ふざけんな、あの阪神ってなんないの、ね、あのとかつけんなよみたいな、うん、だからね、もうね、そんなね、もうだからもうテレビって本当にあれなんですよね、そういう、なんだろう、デリカシーがないというかさ、 今時のテレビってさ、そうなんですよね、だからね、あの僕はテレビ見ないんです、今つまんないしね、本当にあのクオリティも低いし、もう全然もう見るあれがないなって、やっぱりショールームが一番だな、ショールームとかね、あの配信のね、楽しい配信見てるのが一番ね、いいよね、なんかもう嫌なニュースとかばっかじゃないですか、見てても楽しいニュースとか全然ないじゃないですか、こういういいことがあったよとかね、こういう楽しいことがあったよとか、そういうニュースをねやってくれればいいのにね、何々が起きても核戦争になるかもしれんとかさ、なんかまあそういう本当にね煽るような、あのもうすぐプー様が大暴れとかねだからもうね、やめよう、本当にそういうの、なんでそういうなんか煽るようなさことばっかり書くんだろうね、で実際にね何にも なってないけどね、うん、ああだから今夜だけ、高いんだよねこれ、高い高い、俺のキーはすごい、もっと、うん、あだから
から今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心でした。ピーちゃんありがとう。リクエストありがとうございます。昔のこれぐらいの時代のね曲もね結構ねいい曲になりますよね。昨日は浜田省吾さんね、曲を歌いましたけれどもね。浜省ね。浜省。浜田さんね、浜田さんね、浜田真理さんね、思い出しましたけどね、はい、浜田省吾さん、どうしてサングラスずっとかけてるんですかね、あれ、スタッフの人とか分かんなく、知ってんのかな、素顔。僕、仕事で昔、ラジオの仕事したときに、覆面レスラーの人がゲストに来てくれたんですけど、ラジオの仕事だから、ラジオだからさ、別に映らないんで、覆面とかかけないんで、そのままね、素顔で来ていただきましたけど、素顔だと誰なんだろうって感じでしたけどね。覆面レスラーの人、素顔で来たら誰か分かんないっていう。浜田省吾さんもね、素顔で来たら、誰ってならるわね。テレビ局のとか、テレビとかさ、ラジオ局ってさ、必ず警備員の人がいるじゃないですか。あんた誰とかならないですか。タモリさんとかはね、多分サングラスとかねかけてなくても、ね、分かるかもしれないですけど、浜田省吾さんってそんなにすごい特徴のある髪型してるわけでもないし、分からなくないですかね。ねちょっと長髪の人みたいな、長髪のお兄ちゃんみたいな。ね、分かんないわけです。小袋とかちょっとだっていい、もう桜のシーズンあれですけど、まだ北海道とかそっちの方はまだこれからかもしれない。桜、名もない花には名前をつけましょう、この世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように、土の中で眠る命の塊、アスファルトを押しのけて会うたびにいつも会えないと時の悲しみ、難しい、ここ何これ、会えない時の寂しさ、分け合う二人、太陽と月のようで、つぼみのまま散る花もあなたとだ、ん？難
難しい。あなたと誰かのこれからを春の風を浴びて見てる桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔にかけされてく。そしてまた大人になった。追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない。臭さないで君の中に桜。街の中で見かけた君は寂しげに人混みに紛れた。あの頃澄んだ瞳の奥の輝き、時の速さに汚されてしまうように、何もはささないで言葉にならないはずさ。流した涙は雨となり、僕の心の癒やす、あれ僕のちょっとわかんない、ちょっとで流した涙は雨となり、僕の心の傷を癒やす。人は皆心の岸辺に手放したくない花がある。それはたくましい花じゃなく、儚く揺れる一輪か。花びらの数と同じだけ生きてゆく強さを感じる。嵐吹く風に打たれても止まない雨はないはずと、桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ涙と笑顔に消されてく。そしてまた大人になった。追いかけるだけの悲しみは強く清らかな悲しみはいつまでも変わることのない。君の中に僕の中に桜。名もない花には名前をつけましょう。この世に一つしかない。冬の寒さに牛ひしがれないように、誰かの声でまた起き上がれるように。あれこれ何、何これ、リーかリー、また起き上がれるように。あ、これ上からちょっと聞かなきゃ、リーか、はいはい、さくらでした。チューリップのね、心の旅、そして桜、ね、もう今の季節にぴったりのね曲でございましたねさあもうなんだかんだ言ってね、もう時間なんですけど、ピーちゃん起きてますか、また寝てないですか、大丈夫ですか。ご飯ね、そろそろ僕も食べに行かないといけないんで、そろそろじゃあ終わりますねパチパチありがとう、パチパチありがとう。またハムネコさんもね、
連れてきていただけるとね嬉しいです、はい、ちょっと名前読んでいきますかね。今来てくれた人、あ、ピーチさん、ピーチさん同じ名前の人来たよ。ピーチさんありがとう、いってらっしゃい、行ってきます。メイさん、達也さん、沙織さん、エクボさん、ドクシーさん、ピーちゃんありがとう、タネありがとう、シシャモさん、シャモっていうね、あの女の子のバンドいましたよね。カンテさんいらっしゃい、カンテさん、カンテさん聞いたことある、トマト番長さんいらっしゃい、トマトの番長、スパイシーね。さっきはびこりちゃんにはスパイスが言ってたね、ウコンとかね、ターメリックとかね。今日はカレー食おうかな、スパイスいっぱいのカレーをね。そしてはびこりちゃんにかからないようにね、新型はびこりちゃんにねかからないようにしないとね。ちょっと最近頭痛いんですけど頑張って直します。いってらっしゃい、ありがとう、ピーちゃんおやすみって、こちらこそありがとうございました。110名の方ありがとうございました。じゃあこれで終わりますね今日はね。また都市伝説もね話しますからね、ツイッターの方もねもしよかったらフォローお願いします。あと YouTube チャンネルの登録の方もね、していただけるとありがたいです。じゃあね、バイバーイ。